はい、おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。12月6日月曜日の全国のお天気をお伝えします。高気圧の中心は東へと離れ、近畿から東日本では雲が広がりやすくなります。また雨の降るところが多くなりそうです。特に三重県の南部では大雨となる恐れがあります。道路冠水や河川の増水にご注意ください。雷や突風、強風、高波などにも注意が必要です。近畿や中部などでも雨が降りやすくなります。関東でもにわか雨の可能性がありそうです。東北では天気下り坂で次第に雲が広がり、午後以降はにわか雨の可能性があります。昼間も肌寒いため暖かくしてお過ごしください。一方、九州や中国、四国、北海道では日差しが届くところが多くなります。寒さは和らぎ、昼間は日差しの暖かさ感じることができそうです。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。